ットボールフリークの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。コナミスペシャルマッチ、解説は新藤勝義さんをお招きしております。新藤さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。まもなくスターティングイレブンが発表されます。新藤さん、今日の試合どう予想されますか？両チームともに縦にスピードのある選手を抱えているので、カウンターを警戒すべきですね。なるほど。どうもありがとうございます。両チームキャプテンを先頭に入場します。グランパス新潟をホームに迎えての試合になります。今、試合前の記念撮影が行われています。現在、名古屋のスターティングメンバーをご覧いただいております。そして、新潟の先発メンバーをご覧ください。さあ、ゲームが始まります。今日の試合に対する意気込みが伺えますね。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずは名古屋グランパス8、奈良崎、キャプテンマークをつけています。古賀、西澤、大森、石川、山口、ウリノ、酒井、岡山、ストイコビッチ、ウェズレイ。続いてアルビレックス新潟、野沢、新井、セルジュ、神田、井上、ウリナ、酒井。ああ、かけてしまった。10分経過。深沢、神田、寺川。いい守備だ。今日は攻撃のリズムが作れていませんね。15分経過。ボールを下げました。深沢、力強いドリブル。西澤、短くつないで。20分経過。前方へ、前へ、よく見てます。前半25分、ウリダ、攻撃を組み立て直します。黒崎、前半30分経過。ピンチ、プレッシャーを与えます。味方が手を挙げてますよ。得点を待ちきれないサポーターがゴール裏に陣取り、姿勢を上げています。ストイコビッチ、前半35分をすでに過ぎました。落ち着いてパスを回す。しばらくは大事な時間です。縦へのパス、黒崎、前半残り5分です。石川、いいですよ。後ろに下げます。手元の時計では残り時間がほとんどありません。井上、一旦戻して、これはいいパスだ。前半戦終了。前半戦のダイジェストです。まずはこの画面から。前半
33分。一人でも集中力を欠くと危険ですよ。今のプレー違う角度からご覧いただきます。ここまでの途中経過をお伝えします。後半開始の笛です。アルビレックス、まだ一本もシュートを打っていません。アルビレックス、もう一度流れを引き戻せるのか。バックパス、西澤、山口、ウリダ。後半5分経過、主審笛を吹きました。これはカードが出るでしょう。ここで熱くなってはいけませんよ。肩を探す、ウリダ、ストイコビッチ。後半10分が経過しました。岡山、西ヶ谷、もらったぞ。これはゴールキックでしょうか。ゴールを割らせません。さあ新藤さん、ここまでの試合どうご覧になりましたか。名古屋は集中力が切れかかってますね。ありがとうございました。後半15分経過、ちょっと危険だ。中へ折り返す、スローイン。ウリダ、後半20分経過、セルジオ、ウェズレイ、ここまでのボール支配率は名古屋グランパス 8 45%、 アルビレックス新潟 55%。 アルビレックスボール支配率で上回っているものの得点できません。井上、宇治原、頭で。後半30分経過、寺川、セルジオ、後ろに戻した、前に出した、神田。あと10分です。中央だ、宇治原、チャンス。これは狙いすぎたかもしれませんね。ゴールを割らせません。ここまでの得点です。得点は0対0。先に試合を動かすのは一体どちらでしょうか。バックパスです。坂井、シュート。ペースを作ります。ウリダ、前にはたいた。もうほとんど時間はありません。古賀、前にはたいた、仕掛けます。ボールを下げました。勇気あるスライディング。ここで笛です。両チーム無得点のまま試合終了。アルビレックス新潟、無得点、引き分けに終わりました。後半戦のダイジェストです。さあ、後半5分。これはカードでしょう。さらに、後半13分。シュートは外れましたが、ここまでの流れは素晴らしかったですよ。今のシーン、別の角度から見てみましょう。後半38分。これはもったいないぞ。さあもう一度見てみましょう。続いて後半42分。中盤が下がりすぎていますね。
ただいまのシーン別の角度からご覧ください。それでは新藤さん、試合について振り返っていただきましょう。ゴールを見ることができなかったのは残念ですが、守備陣は素晴らしかったですね。なるほど。新井、彼の今日の出来はいかがでしたか？意識を変えなければいけませんよ。はい、そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は新藤勝義さんを迎えてお送りしました。新藤さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。